生きづらさみたいなのを感じてたんですよね。ありのままの自分を受け入れましょうとか、それが自分ではできなくって、でもどうにか自分を変えたくて、受けてみたいなと思って、お話の仕方とかどんな質問にもすごく丁寧に深いところまで話してくれて、すごく寄り添ってくれる、あ、なんか今までと違うなと思って、この人だったらちゃんと話を聞いてくれて、ちゃんと導いてくれるって思ったから、性格があるのに魅力がない人って一人もいないですよね。でもついつい人間って、私なんてあの人だからって、私はみんなの猫なんだ、その人なりに輝いてほしいと思って魅力を引き出し、そして生きやすく人に振り回されない自分を作っていくっていうお手伝いの13年間カウンセリングをしてメンタルコーチとしてやってまいりました。なんかさやかちゃんと話してると、本当に長所短所ってないんだなっていうことにすごく気がついたし、もう欠点とかダメな部分ってないんだなって本当に思えるようになったんですよね。そう、今までだったらもう考えられない、それも短所があってはダメ、直さなきゃいけないとばっかりずっと思ってたのが、もう全然そんなことない、あ、いいんだって、そういうところがあっていいんだ、それが普通なんだって思えたから、皆さんこんばんは。あつか。はい、第11回目あなた色の花を咲かせよう、さやの夢咲きチャンネル始まりました。パーソナリティの福本さやかです。本当に皆さん1ヶ月って早いですよね。もう今日もね、毎回毎回素敵なゲストさんなんですけども、今日も本当にね、私もワクワクしてるんですね。で、今日ね、初めて見ていただいている方も、このご縁ですね、とても感謝いたします。はい。で、この番組では皆様にね、今まで生きてきたストーリーとかお話ししていただいて、で、そしてこれからの告知などもしていただいて、で、そこでもうそれを見ていていただいてる方も、あ、自分も一歩踏み出せなかったけど、この方も頑張ってるから自分も一歩踏み出してみようかなっていう感じで、本当に笑顔と勇気とね、そういう希望の連鎖のできる番組にしたいなと思って、こちらも11回目になりました。で、ここでいつもね、アシストをしてくださってる、はい、ジャジャです。はい、よろしくお願いします。はい、ブラックアンテビラジオのオーナーであり、このもう本当に強力なアシスタントをしていただいています。ジャジャ、今日もよろしくお願いします。ジャジャね、ちょっとこの前、はい、イベント大成功でしたよね。よかった。はい、ちょっとね、動画ちらっと雰囲気、本当短くですけど見ていただけたらと思うんですけど ね、本当に MC ね、していただいてね。そうなんです。本当にね、素敵な機会に、もう本当に素晴らしいもパフォーマンスで10
組のね、うん、ゲスト様の方からもダンスもあり歌もあり演奏もありっていうことで、そこでね、あの本当にもう大役というか MC の方させていただいて、皆さんと同じね、あのステージにもう上げていただいて、もうジャジャの愛がでももうみんなね家族だって最後ね言ってくださって、うん、もう本当それが感動でね、本当におかげさまで経験させていただいてありがとうございました、うん、すごく良かった ね、 なんかいいね、みんなすごい、うん、最後に感動してなんか泣いたという方2人もいてた、うん、ねそうですね、私もなんか声かけていただいて、うん、もういろんなこうずっとあって最後の We Are the Bridge、うんでも本当に涙が出たっていう、ねでまたあのでジャジャの言葉がね、うん、のね皆さんを本当に大切に、ね、生のステージに上がってる方もですけども、うん、来てくださってるねお客様に対しても、うんね、もう本当にねまさしくやっぱりジャジャは愛の人だなってことを私は実感した一日だったんですけどなんかサプライズケーキも出たもんね。そうなんですよねえ誕生日かなんかだったでしょ。30分は過ぎたらもう終わったんですけどね、もう一週間ぐらい、そう。で、ちょっとね、私もサプライズしたんだけど、でも、ジャジャと誕生日が、一日違い。一日違いね。一日違いが、うん、私が二日で、三日。三日で、ねえ。ねでもよかったよかった、うん、ちょうどね本当にいい時期でバレンタインライブ、コンサートっていうことでまたねまた来年とか、うん、また夏とかもするんですかね、うん、はいぜひぜひねあの本当に今回もあの来れなかった方もいらっしゃるかと思うんですけども絶対ね、うん、あのもう来ていただいたらねもう本当内容があすごくこう来てよかったと思うこと間違いないので、うん、またぜひねまたジャジャはい、次比較するときに、ね、ぜひですね紹介してください。でもすごく素晴らしいね、うん、MC していただいて、ねうんね、バンコちゃんとね、最高だったよ、すごく良かった。ありがとうございました。ちょっとその時とあえて同じワンピース着てきたんですけどそうなんです、はい、よろしくお願いします。さてさて今日も素敵なあのゲスト様いらっしゃってます。こちらですね、入江夏江さんです。よろしくお願いします。では簡単な自己紹介お願いします、はいはい、足つぼサロンスキップの入江夏江と言います。足つぼ歴33年に目になって5万人以上の方の足を触らせていただいてっていう感じでさせていただいてます。そうなんですよね、はい、今ねちょっと1あのお写真が1枚ねあるんですよね。あのこれはもう、はい、あこれですね。これはあの施術してるところですね。施術ねされてるところですよね。はい、でこんな感じでねされてるんですけど、もう33年っていうことで、はい、もうすごいですよね。33年が長くて、はい、でもあの今本当にその33年もされてるんだけれども、実は夏江さん、はい、もともとこの道に行こうっていうのは思ってなかったそうなんですよ、はい、ね、はい、ね、もともとはもともとは公認会計士になりたかった。公認会計士そう、公認会計士だったのが硬いお仕事がカリカリカリって、ねね、なんでそれになりたかったんですか。もともと小学校の時にソロバン習っていて、うん、なんかソロバンが大好き で、 あで私はまあ高校も商業科出て、はい、で簿記一級取って、はい、私はもう一生なん簿記系の仕事で生きていくんだわぐらい思って、はい、ただ家が裕福ってなかったので、うん、あの専門学校に行けなかったんですね、はい、で働いて自分でお金貯めて、はい、でまあ夜学でも行こうかなと思ってる時に今の仕事に出会って、うん、こう全然違う仕事に。そうなんですよね、うん、はい、というのがね、もともとの夏江さんとの、 あの出会いなんですけど、うん、あのジャジャも来てくれたんですけど、梅田のね、うん、あのラビーという健康サロンの方ですね、あのね、うん、あの大切なちょっと間で共通のね、うん、お友達に、うん、あの紹介いただいて来ていただいたんですね、うん、で体験してもらって、はい、ね、なんかちょっといろんなことを、はい、めちゃくちゃ衝撃的な結果が出て結構いろんなこと分かりましたよ ね、うん、ねアレルギーはないけども、うん、なんかチョコレートがダメとかね、うんうん、豚肉がダメとかダメとか、うん、私にとっては、うん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 、あんまり食べない方がいいですよってアドバイスをいただいて、
ちょっと衝撃的でした。そうですね、だから本当にその時によるけど、こう体の周波数をね、目指しやすいものとかね、知らず知らずこう食べてるからっていうことでお話もさせてもらったんですけど、その時にね、その結果のこともだけど、すごいあの健康の話とかでもなんか盛り上がって、でやっぱりあの私の健康、心と体の健康なんだけども、その時にね、夏江さんの話を聞いて、今ね、ね、会計士、あ、公認会計士かね、だった、それが元だっていうのがわからないぐらいの、本当健康、逆に健康オタクというか、そうですね、そんな感じで、そこでもね、話が盛り上がったっていうのが、はい、ちょっと共通なところではあるんですが、もともとその19歳の時に、そういうふうに、はい、あの、ね、思っていたのに、なんでそっちの道からこうそれだというか変わったんでしょうか。一番最初はニキビがすごくって月面のようにあって、それを自分がお客さんとして綺麗に習いに行ってたんですけども、そこのエステのオーナーさんが、あなた若いんだから、お客さんで通ってないで、エステの勉強してみたらっていうお声をいただいて、かけをいただいて、私そういうの興味ないしなみたいな、でもなんていうのかな、習い事感覚で、ちょっとチャレンジしてみようっていう気持ちになって、でも習ったけど、これがこんな33年も仕事として続くなんてっていうのは、もう本当これっぽっちも思ってないぐらい、その時は、はい、あ、私は、人と関わるのが苦手だったので、はい、あ、そうなんですね、接客業なんか絶対無理って思ってました。あ、そうなんですね、はあ、だけども、まあ、最初は通っていて、ニキビの方はエステの方に通って、ちょっと改修はしてきたんですか。ちょっとは改善はしたんですけども、まあ、自分の思うような結果が出なくって、そんな時にその足つぼマッサージっていうのに出会って、で体の中から、こう、なんていうかデトックスっていうんですか、するようになっていったら、周りの人からなんか整形したのかっていうぐらい変わったって言われて、そうなんですね、そっからハマった感じですね。なるほど、はい、実は写真があるんですよ、ビフォーアフターの、ちょっとこれもなかなか衝撃的な ね、はい、写真なんですけども、あ、これがちょうどね、出会ってうちのサロンに、あの、あ、そうですね、来ていただいて、で、こちらも、あ、まずちょっともう一個の写真の方が全体の写真、あら、だいぶ下にあると思う、あ、そうなんですね、ちょっとさっきの足、あ、ちょっと、あ、ちょっと待ってください、もうじゃあ上のところでまずいいです、順番がね、あの後の写真に出てくるので、これがさっきのねサロンだってね、次の写真の足のところで、あの、ここね、ちょっとまたね、ビフォーアフターで、全身はまた後のお楽しみで、じゃあここからお話をお聞きしたいんですけど、はい、この、エステに行って、で、お肌ちょっと改善してきて、でも、通うよりは行って習った方が、もしかして改善の速さが速くなるかもっていうね、ところもあったんですよね。はい、だけども、最初はエステを習われてて、そこに、足つぼも良かったら勉強しないみたいな話だったんですね。そうですね。はい。で、いや、します。なんかピンときてるんですよね。これからは日本でまだ足つぼっていうのがまだ導入する前だったんですけど、そのフェイシャルを教えてくれた先生が、私いち早く中国で習ってきたわって言って、で、限定10名しか教えてくれないってその時はなんか言ってて、私習いたいですって言って、限定だったんですね、はい、でそこらちょっとピピピと来たわけで、はい、でその、だからエステもだけども足つぼに出会って、ということで、このね写真なんですけど、左と右の足は、これは同一人物です、私の足です、夏江さんの足、はい、まあ、左側も夏江さんの足、はい、でこれはエステではなく足つぼ、ね、足つぼだけなんですよ。足つぼをしたら右のような足、はい、全身のなんかむくみが取れたというかね、デトックスできる体になって、ってことは今ちょっと今日は長いスカートですが、ミニスカートを履いたら今もこの右足ということで、はい、一応キープしております。素晴らしいですね。あの、言ったらまあ左の足もそんなに太いわけでもないけれども、ちょっと右の足がねと比べるとむくみですか。そうですね、むくみがほぼ取れた感じですね。で、これはどれぐらい時間かかったんですか。私は半年ぐらい。半年、あ、
そうなんですね。半年経っても半年でそっからだからずっとキープできてるのが私自身でもすごいなと思って。普通は年齢的にです、ねまあ、今年52歳になるんですけども、はい、年齢的にねもう何太っていったりとかねしたりとか、うん、する方もいらっしゃったりとか、ね、運動もゼロなので何にもしてないの でめちゃくちゃ食べるので、うん、太っててもおかしくないんですけど、だけどこの足のままはいキープできて、これってじゃあ言ったら20歳とか、そうですね20歳ぐらいですね、はい、うーんすごいですね。でもこの写真は、うん、47歳の時に撮ったので、あ、まあ、5年前の時の写真。あ、5年前。ああ、そうなんですね。写真的には。じゃあ逆に、その時じゃなくて、この5年前の状態でも、もうこの足っていうことを考えたら、余計にすごいですよね。そうですね。うん、で、そのちょっと全身の写真もまたね、後から多分出てくると思うんですけど、次にね、ちょっとビフォーアフターは、この今はちょっと足で、あとはお楽しみなんですが、多分次に出てくるのが、まだ、今は独立されて、うん、サロンの方があるけれども、最初の方は、そこの、東京関東の方 で、ねはいそこの通われてたサロンの方でお勉強を始められて、はいそうですはい、でちょうどね次制服のお写真がね出てくるかと思うんですけど、そうこれね中村恵里子さんってなんか見たことありますよね。フジテレビ元フジテレビのアナウンサーさんですね。ですよね、うん、お綺麗な29年前頃そうですね、29年前頃ですね。頃ですね、うん、でこの中村恵里子さんっていうのはどういうきっかけでお知り合いになったんですか？もともとは私がエステのお店に勤めてる時に、はいはい、同僚の方の、はいまあ、同級生っていう形で通われてたんですけど、はい、たまたま私にこう担当者としてこう、はい、お願いできますかっていうことで、うん、そこからずっと指名をしてくれるようになって、そうなんですか。だからこの足つぼをして先ほどね足のこうビフォーアフター見ていただいたんですけど、うんはい、言ったらエステももちろんまあいいけれども、その足つぼを知って学んでからは、うん、足つぼをした方がお肌の方が、うん、すごく綺麗になりました、はいね、そこがね、まあ、エステが否定するわけでもちろんないけれども、うんうん、こう皮膚肌を触るよりもその内臓というかデトックス、ね、体の中のいらないものを、うんまあ、出せる体で代謝が良くなってみたいな、うんうん、ですよね、はいうんまあ、つながってますね。そうですね、うん、そうなんですよね。でこの中村恵里子さんのなんかお家自宅にも行かせていただいた、ね、出張で、はい、出張で、はい、でもなんかもうお気に入りみたいな感じで、そうですね、なんかまあ言っていただいて、ね、お家に来てくださいということで、あ、そうなんですね、うん、でもう一枚なんか次もこの方も多分皆さんご存知の方ご存知と思いますけど、中井美穂さんアナウンサー、そうですね、ですよね、中村恵里子さんのまあ同僚っていう形で一緒の日に来てくださる、ああそうですか、若い、うん、ねえお二人とも、うん、仲いい美穂さんも同じような感じで、その時は私は担当はその時はしなかった、違うエステシャンの方が施術をしたんですけども、そうですか、まあ、お写真だけ撮らせていただいた、そうなんですね、まあ、同じサロンに、ねはいうん、来られてたってことで、はい、じゃあ結構そのサロンは割とも有名だったんですか？そうですね、なんか雑誌にも結構載ったりとか取材を受けたりとか、ね、そうなんですね、はいはい、なんか聞いた話だともうピークで最初はまあ趣味の一環じゃないけど、うん、まあ OL をしながら夕方からと土日と親、うん、ねお休みの時はちょっとエステシャン、うん、そして OL とのね、二足のわらじみたいな感じの生活されてて、はい、だけど一日になんか13人、はい、でもそれって OL と一緒にやってる時は無理だったので辞めてからですね、はい、23の時に辞めて、でも一日もそのサロンにいらっしゃって、13人、13人
もうずっと施術しっぱなしでした。トイレ行くのがやっと、ご飯もうおにぎり立ちながら食べて、でまた施術に戻るみたいな。まあ、まあ、でもお客さんにたくさんいらっしゃるのは嬉しいけど、ね、うん、はい、自分の体がここにいたら私殺されると、死んでしまうと思って若かったからできましたけど。そうなんですね、うん、それじゃあ23歳の時に OL を辞められて、はい、もうこちらの、サロンだけでお勤めで、うん、はい、大体平均1日13人ぐらいで、ね、はい、でこれはってことで3年後でした3年後ですね、26になった時、ね、26歳になって、うん、独立されたんですよね、はい、もう独立されてどうでした？独立してからはやっぱりこうサロンで勤めるのとまたちょっと違いますね。やっぱ自分で集客しなきゃいけないとか ね、もあったんですけど、うん、まあ嬉しいことにいらしてくださったんで、まあ、ごっそりお客さんを奪ってしまったっていうことになるのかな。はいはい、あのサロンに来ていただいてる方が、ね、うん、もう夏江さんがそうです、ね、指名制のとこだったので、うん、あなたがやってくれてるから通ってるから、うん、逆にあなたが独立したら行くわよっていうお声のお客様が多かったので、うん、私も勇気を持って独立できたっていう感じですね。そうなんですね、うん、でも26歳で独立して、はい、東京渋谷ですね。で、はい、10年、うん、すごいですね。あ、うん、で10年は一人でされてたんですか？一人で、最初お友達でやる予定だったんですけど、ちょっと裏切られた経験があって、ちょっと人とやるのが怖くなってしまって、そこからもずっと一人でっていう感じですね。そうなんですか、はい、うん、あ、やっぱりこうね、いろいろあるんですね、うん、はい、独立して、はい、うん、すごい。でも思いもしてないですよね、もともとが。そうですね、公認会計士の夢が、はい、うん、知らず知らずに趣味のね、はい、一環と思っていたのが、うん、こんなに続くなんてって自分自身も思ってなかったです、ね、すごいですよね、うん、で26歳独立10年だから、36ぐらいまで、うんうん、でそこでご結婚されて。そうですね、ちょっと婚期は遅かったですけども、うん、仕事がね、あの、うん、結構忙しいのもあるし、仕事が、まあ、楽しかったのでっていうのもあるし、まあでもね、ちょっとあのどのタイミングで、あのビフォーアフターの写真が、次はどれが出るかな、何が出るかな、あ、これはこれ後にしましょうね。あ、もうこれも後ですね。これも後ですね。後ですね。あら、順番が、あら、これが主人ですね。そうですね。あ、今のもちょっと、あら、一瞬なんか違うのが出てますね。は、入ってない？消えちゃったかな？じゃない？消えちゃったかな？はい。はい。そうなんですよね。だから今ちらっと映りました、あのご主人とのね、うん、ツーショットなんですけど、あの本当にもともとはこう人っていうかと、こうしゃ、なんていうんですか、そう、うん、人間関係っていうか、うん、まあ、お話とかだから人相手のね、そういう接客っていうのはどちらかというと苦手、うん、やりたくない仕事に、うん、のワースト3の中に入って、あ、まあ、中にあって、うん、だけども結局はまあ自分 の、 で、ね、あの力で、うん、そうですね、まあ、開業されて、うん、そして、はい、ちょっといろいろこのね、生放送なのでアクシデントがありますね。はい、その間ちょっとね、いろんな話を聞きしたらと思うんですけども、はい、でもそういう中で独立されて、ご主人との出会いっていうのはどういう出会いだったんですか？まあまあ、人の紹介で、まあ、うん、マッサージのお客様でも実はあったんですけども、お客様でね、いらっしゃったんですね、はい、うんうん、その時にまあ会社の同僚の方も知っていて、はい、その方がまあキューピットみたいな感じですか。あ、そうなんですね。あ、そうですね。はい。で、まあちょっとね、ご主人のお話、ちょっともう一個前のご主人、あ、ちょっと一個前じゃないので、あ、ここで置いといてもらっていいですか。ちょっとね、ちょっとご主人のお話、ちょっとこのままなっちゃうんですけども、でもそこで結婚に踏み切った理由っていうのは、踏み切った理由。うん。
まあ、一生一人でもねと思いながらそうなんですね。それがね、本当はこの話もいっぱいお聞きしたいんですけど、時間的な都合上ね、後でまたね時間があったらまた掘り込んでいきたいんですけど、うん、すごくいいご主人でね。そうですね、理解してくれて、ね、お仕事もね、うんうん、そうですよね。だからまあ素敵なこの美脚と、うんうん、ね、もういろいろこのね、もう技術といろんな面でね、あの素敵な旦那様をね、あのゲットされたということ で今の間にじゃじゃらね、あのちょっとね消えてしまってた写真の方をですね、まだね出してくれました。これがね、あの最初に見ていただきたかったビフォーアフターの写真なんですね。これは夏江さんですか？はい、両方とも本人でございますねえ、このね、足つぼ前っていうのはこれいくつの時ですか？これ19歳ぐらい、あ、うん、あの公認会計士になりたいぞって思ってなっていう感じで、うん、思われてた時、うん、あ、そうなんですね。でも体重はほぼ変わらないんです、はい、見た目体重は20キロぐらい違ってるってみんなに言われるんですけども、体重は 2,3 キロしか違わないですね。え、うん、そうなんですか？そうですね、いらないものが出てくれたみたいな、まあデトックスされたっていう感じですね。デトックスされてるけど、デトックスしたものの重みってそんなのない？だから脂肪が筋肉にかか、筋肉の方が重たいじゃないですか、体重って重量的に。だから締まって、うんうん、その脂肪というかいらないものがキュッとなったって感じですね、うん、でもこれねえ、じゃじゃ、うん、しまったというか、脂肪の部分が筋肉になった。そうですね、はい、でも筋肉ってあの足つぼをして筋肉になるんですか？そうですね、筋肉量が、うん、体脂肪率測ったら多分、はい、足つぼ前の30何パーとか今20ぐらいなんで、20、うん、少ないですよね。年齢的には少なくなりましたね、うん、そうですか。あのね、また左は左で普通に可愛らしいんですけど、右がお美しくて、いやいやまあ、ちょっとチャイナドレスなんか着ちゃってますけどね。ちょっとパーティーに出た時に撮った写真なんで、これってね、どれぐらいの期間でこんなに変わったんですか？はい、私は4ヶ月ですかね、4ヶ月ぐらい、まあ、その代わり、うん、結構頑張りました。あ、うん、それは何を頑張ったんですか？セルフケアと、うん、あとはお店にも通って、うんうんうん、もう何、短期間で結果出したいって、うん、やったら結構ハマるタイプなので、あ、なるほど。でも今はめちゃくちゃズボラです。やっぱりあれですかね、なんか何でもそうですけど、こうあのそれこそね、思考もそうだし、うん、あの臓器のね、あの、はい、周波数も全部すべてそうなんですけども、でもこれもやっぱりちゃんとそのね、や、痩せやすい体質というか、そうですね、太りやすい体質とかあるじゃないですか、うんうんうん、脂肪、なんとか細胞、肥満細胞とか、なんか褐色脂肪細胞ですかね、うん、とかいろんなのもなんかこう習慣づけていくっていうか、うん、そうですね、それまでがちょっと戻ったりとか、よくリバウンドとかね。足つぼ前は逆にお水飲んでも空気吸っても太れちゃうぐらいな勢いだったんですけど、今はすごいあのバイキングとかビュッフェとか行って、うんうん、まあ、6人前ぐらいとか食べ、6人前って、まあ、質のことは言えないけど、ぐらい食べるんですけど、うん、あのまあ、何身にならなくなったって言ったら、まあ、デトックスしちゃうので、それは日々手でしてるのもあるから、うん、そうですね、あと体温が36度8分から37度、平熱が、平熱が、はい、高くなりましたね。すごいですね、うん、病気にもなりにくいですよね。ほぼ、うん、だからインフルエンザもかかったことないですね。すごいですね、うん、やっぱ基礎体温が低いとね、どうしても病気になりやすかったりしますけど、うん、これって皆さん衝撃ですよね。あのさっきの足もなんかね衝撃ですけど、あの全身で見ると、うんうん、なるほどっていうね、うん、ところはあると思うんですね。4ヶ月ね、あ、そうなんですね。じゃあ次のお写真は何が出てくるかな。次の写真によってちょっとお話することをちょっと考えますね、うん、あ、出ました。その前の写真はこれの1個前の写真、あれこれ、いえ、あの2人、あれ、私と2人か、
人の、いや、もう一個、あら、あらちょっとごちゃごちゃになっちゃったかな。なくなってるかもしれない。誰の写真？あの足つぼに来た時に撮った写真かな。この時の写真、あ、これだ、これだ、これですね。ちょっと順番が前後しましたけど、実は私ね、この足つぼ夏江さんとこ行かせてもらったんですよ。ありがとうございますね。で、それでお噂だと割ともうなんか力が強くて痛いとかね、飛び上がってもうなんか、うん、なんて言われてましたっけ、なんか痛みが強い、痛みが結構強い、うん、はい、うん、手がなんか狂気だって言われる手が狂気だって言われてて、私もなんか簡単なちょっとしたのは受けたことがあるけれども、うん、本格的に受けに行くっていうのは、うん、もう初めてだったんで、うん、ちょっとドキドキワクワク、でもその噂でなんか手が狂気もう痛くて飛び上がるっていうのを聞いてたんで、うん、もうちょっとなんか意を消してきてくださったでよし、でも行ってみようと思って行かせていただいたら、あの後ろにもちょっと足の裏のこのつぼとかあるけど、うん、こういうようなね、もうあの部屋中をこう見るといっぱい勉強になるようなね、足がいっぱいあるところだったんですね。そしてあの施術をしていただいたんですけど、ちょっと順番が、あの、何が出るかな？ぜひ。はい。ワルスリンクの写真になっちゃう。あれ？うん。これ一番最初入れたよ。そこから一番最初で、ね、次は。あ、あと、じゃあ前ですね。あ、もうこれ、これ、ビフォーはいいですね。これでいきましょうかね。これ、すいません。あの、私の足です。お綺麗で。いえいえ、すいません。はい、この足がですね、あの足つぼしていただいて、私結構ね、あのそんなに痛くなくて、逆に気持ちがいいみたいな、うん、もう普通に私今まであの肩こり首こりとかいろいろひどくって、でそれこそもうマッサージの方がもうなんか息切らしてねもうなんか指が入らなくて硬くて、でもなんか鉄板のようで、うん、もうあなたはあのマッサージに来てももう気休めだから、うん、もうリンパマッサージが張り、うん、してくださいって言われてから、もう本当マッサージが行かなくなったんですね。それがこの夏江さんのこの手、この手、こんなねこんな細い、普通に節もないシュッシュッシュッとしたこの指ですよ。結構ごっついんですかって言われるんですけど、そうでもないんですもうねこの私のくあのまあ足からね、うん、もうなんですけども、もう張りすぎててね、ちょっとねもうガーッと押してもらったら指がすっごいとこ、うん、細い指だから入るんですよね。ここツボここっていう感じピンポイントで一発でパンと当てはるんですよね、うん、もうそれが私感動して、で私結構まあまあまあ足ツボはそんな言ってないけど、うんうんうん、マッサージはまあまあいろんなところをずっと通ってたんですよ、うんうん、あの結構何十年も、うん、だからいろんな方の、まあ、手は知ってるんですけど、うん、顔は覚えてないけどね、うん、でも今までの中で一番ね、私上手っていうかね、一番合う、うん、ありがとうございます本当に、うん、だからこう、まあ、痛いって方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、でもそれは逆にどこのとこ臓器が弱ってるとかね、うんうん、あの自分の今の状態を分かる、うん、でそのただ痛いだけでこういじめられてるわけでもないですよ、うん、でも本当にね、それこそなんか、私がちょっと痛かったのどこでしたっけ、うん、腎臓尿管膀胱、まあ皆さん大体痛がるところなんですけども、あとは胃が、胃とかがちょっとです、ね、あと寝不足っていうところ、寝不足寝不足のところで、ね、寝ましょうってね言ってもらってはい、だからなんかそういうところとかでも、うん、やっぱりね弱りやすいところとか、うんうん、そういうこともわかるので、でびっくりしたのがあの膝の 裏ですね、裏のところが、あとんとかそんなにねまだいけたんですけど、この膝の裏のリンパですね、うん、なんかね押してもらったこうゴリゴリってね音鳴ってましたね、うん、でもそれはさすがにね痛い痛いと思って、ね、でもなんかこのコリコリが消えますから消えますからって言われて、でなんかもう
皮膚ってあるのって思って、はいってマジックショーみたいで、こうコリコリってしてて、でなんかこうやって、はい、もうすぐ消えますよ、消えますよ、はい、消えたって言われて、うん、ない。ガシ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 やってもね、痛いのがなくなる。そうそう、本当に。ね、でもびっくりしてね、だから私はどちらかって言って、一番痛かったのは、膝の裏のこのリンパ。うん、そうですね、うん。でね、ちょっとあんまりすいません、ご飯中だったらごめんなさいね、私の足、ちらっと、見たくない人は見ないでください。お綺麗です。これね、結構むくみが取れてますよね。手術前で、うん、右が、手術後、うん、でね、こうやって見たら、まず私ちょっとびっくりしちゃったんですけど、まずやっぱりこう立ってることも多かったり、うんうん、してほら血管が左足ちょっとやばいですね。そうですね、そうですね。ね、うん、だけど右足ないですよね。うん、だから血流が良くなって、血流が、うん、だから私まあまあ。滞ってたんですよね、うんうんうん、あと膝の上のところもねちょっと すっきりしてますね。そうですよね、うん、でふくらはぎの始まりが右の方がシュッとちょっと上に行ってますよ ね、うんうん、ね、うん、なんか間違い探しみたいですけどでもやっぱりね見るとやっぱ分かるんですよね。うん、ですごい、めちゃくちゃ軽くなったし、ね、そう、足上げてって言って終わった方だけねさっき上げたんですよ。のが重たいイメージやからヒュンと上げたらうわーって上がってしまって、ね、ちょっとねおっとっていうところまで上げてしまったんですけど、でまだのところを上げたらえっ、うんだね、ってこっち抑えられてるみたいな、ね、そうえってこっちをピョーってなるのでこっちはこのぐらいで止まってしまってっていうぐらい。YouTube やってるんで、さやかさん、私の YouTube にも出演していただいてますので、はい、またぜひ、ね、その動画もご覧になっていただければ。そうなんですよ。ちょっとその時の私のいたたたとかも入ってるんですかね。また編集して。そうなんですよね。それで、で、足ね、ちょっとこう、むくみって、うん、むくみかな、リンパとかを流していただいて、うん、したら、顔は全く触ってないんだけど、うん、私の顔が2つある分って出てきますか、じゃあ。私の顔が、1個前かな。多分、この前じゃないかな。うん。これ前出てくるかな、この後かな、これだ、うん、でね、これがビフォーで、これがアフター、これも違う、ね、ここの感じがね、ここのね、まあ、表情も違うんだけど、ここの、うん、ここがね、チュンってなってません、うん、でここの幅もちっちゃくなりますよね。あ、ここ頬の、あ、へ、うん、でね、首が伸びてません？そうですね、うん、そう、ね、シュッと、だからここがすっきりしてるから首もシュッと なったような感じで、なんかね、なんかね、いや別に姿勢じゃないですよ、普通にね、うん、別に普通にこう撮ってたんですけど、多分 YouTube かな、撮ってもらってる時に一緒にこう、うんうん、写真もね、ビフォーの時とアフターの時と動いてますけど、うんうん、そうですね、それを一回静止して写真にしただけなんで、うん、ね、そうですよね、うん、だからやっぱりつながってるんですよね、うん、すごーい、すごーいと思って。そうなんですよ。でね、ここでちょっとせっかくなので来ていただいてるので、はい、かなり有料級の情報なんですけど、はい、皆さん美脚になりたい人ね、これってね、多分ね、まあ女性が特に気になるようで、男性もね、じゃ綺麗な足がいいですよね、やっぱり。ね、そうですよね。そうですよね。だからもう男女関係なく、美脚はね、パンツを履いた時も、女性はスカート、履いた時とかでもね、もう本当大事なとこなので、ここに専門家がいらっしゃいますので、今日はですね、はい、美脚にするためのワンポイントアドバイスをお聞きしたいと思います。はい、入江夏江先生、よろしくお願いします。お願いします。はい。
でも私は何でとか大したことは実はしてないんですね、誰でも逆にできることしかしておりません。どちらかというと面倒くさがりなんで、1日2、3分のお手入れしかしてないし、はい、でも一番気をつけてるのは冷やさないことですね。冷やさない、はい、足を冷やさない。夏場でもあの何生足には絶対ならないです。ストッキング1枚でも履いときます。それは外に出かけるとき外出かけるときも真夏でも冷房かかってるじゃないですか、はい、なので冷房でやっぱ冷やされちゃったりとかもするので、うん、足とかはもう冷やさないように心がけてますね。じゃあサンダルとかも全然履かない。もうここだから30年近く、はい、サンダルを履かないですね。じゃあもうヒール冷えそうです、ね、とかスニーカーとか、うん、外はもちろん暑いですけど、お部屋の中入った時にどこ入っても冷房かかってるじゃないですか。あ、確かに外はまだいいけど、ね、室内に入った時ね、その時に冷えるのがまあ嫌なので、はい、私はもう一年中ストッキングか靴下は履くようにしてます。なるほど、はいはい、まず冷やさない冷やさない一番、はい、あとよく寝る2番よく寝るあとは、水分を取らなすぎもむくむので、はい、水分をよく飲むようにはしてるんですけども、はい、でも最初からそれやってしまうと、はい、出せない体のうちに飲むだけ飲んじゃったらそれがむくみの原因になるので、順番を間違えてしまうとちょっとそれはそれでまた NG なので、なるほど、うん、通ってるお客さんにも、はい、そろそろお水飲みましょうねって、今は逆に飲まないでね、飲まないでねっていうか、まあ、ある程度の量は飲んでもらうんですけども、出せる体になってから1日2リットルだったり3リットルだったりみたいな感じで、その飲むタイミングをアドバイスさせていただいてからの、はい、飲んでいただくようにしてます、はい、よくなんか朝起きてからなんかお水を飲むといいとかね、言ったりとか、なんか夜寝る前はなんか、うん、でも逆にいろんな話があるじゃないですか、夜寝る前に逆に飲んでとか、夜寝る前にむくむから飲まないとか、なんかいろんなことがあるけれども、それはやっぱり人によって顔、形皆さん違うように、はい、それぞれやっぱり皆さんどのタイミングで飲むのがいいとか、うん、はい、どのぐらい量飲んだらいいというのはやっぱり人によって違うので、やっぱ試してもらいます、うん、なるほど、まず1リットルからやってみて2リットルやってみて、うん、でもそれこそストレスになっては一番いけないので、そこはさやかさんの方が専門かもしれないんですけども、はい、あのストレスになりながらよりは楽しんでお手入れもしてほしいっていうのが私の根底にあるので、はい、うん、無理なく楽しく、うん、痩せるというか、うんうん、ケアしてほしいなっていうところがあるので、はい、その人に合ったお手入れ方法っていうので、はい、提案させていただいてる感じですね、うん、そうなんですね、うん、じゃあ水分の量に気をつけるか3番ね、はい、はい、あとよく、うん、このぐらいですかね。食べるのはすごくめちゃくちゃ食べるので、はい、ご飯の量は、うん、食べたい人は食べてくださいみたいな、もう代謝が良くなるので、はい、食べても大丈夫になってきますね、うん、そうなんですね、なるほど。あとはだから体温を上げましょうっていう感じ、それはまあ私は足つぼをやることによって、うん、足つぼに出会った時は36度前半一部ぐらいだったんですけど、はい、今は36度8分から37度が平熱になってるので、うん、もう普通の人にしたら微熱ぐらい、微熱ぐらいのが平熱なので、はい、うん、そうですか。そう思ったらまず一番の冷やさないっていうのは、私は裸足が大好きで、裸足が大好きで裸足ではなくて裸足、うん、裸足あのだったんですけど、なんか夏はもう本当サンダルを裸足で履いてとかしてたんですけど、でもやっぱり室内とか、まあ、冷える時はちょっと靴下かなんかこう持ち歩いて、うん、ちょっと室内の時は履くとか、ね、それだけでもちょっと違いますよね、うん、違ってくると思います、うん、ですよね。で2番目が寝る よく寝る、よく寝るこれもちょっとね私課題なんですけど、それも足のために寝ます、うん、私でもそのチャレンジし始めたのがやっぱモデルさんはよく寝るっていうお話を聞いて、はい、あ、モデルさんってよく寝るんだって思ったのがきっかけだったんで、私も1日3時間睡眠の人だった実は、はい、
実は、はい、耳が痛いでもそれじゃああかんなっていうのが、はい、若い時はそれで良かったんですけども、はい、やっぱ年齢重ねて40なり50なり、うん、やっぱ自分もいたわらなきゃいけないなっていう、うん、やっぱり私も年齢に近づいてきた時に、うん、いろいろモデルさんのねテレビで言ってるお話、うん、あ私もじゃあそれチャレンジしてみよう、うん、1日3時間しか寝てないのやっぱダメなんだなってなってきて、うんうん、ちょっと寝るようになった、ね、やっぱりあ全然違うっていうのがあったので、それでやっぱ寝ることも大事にするようになりました。そうですね、昔からできてたわけじゃないです。なるほど、はい、ジャジャはどうですか。うん、でも寝不足です。寝不足ですか。あ寝不足、うん、もう4時間あら、そう5時間今でも、あ今でもだから、うん、ずっとね、最近やっぱり寝てなかったらね、うん、体が良くないから、疲れが取れない。そうです、はい、やっぱりね、私多い時10時間ぐらい寝ます。お昼寝も合わせてですけど ね、お昼寝もして夜も寝てみたいな。やっぱ睡眠は大事ですね、うん、睡眠はもうすごく大事とみんなお医者さん言ってるもん、うんうん、ね、うん、そうですよね、うん、ジェシュはでもそんな裸足でってことはあんまりないですか、うん、やっぱり普通の普段お仕事だから革靴でとかいうイメージ。まあ、あのお客様は大概外国人の方が多いのよ、うんうん、だからあの問い合わせがもう日本の夕方からが多くなる。お、うん、夕方から、そう、うん、そうね、夕方があると向こうの朝でしょ。あ、そうか、それでももう10時ぐらいはもう普通になんかこの処理が欲しいとか、うん、今入会いるからこの BL が欲しいとか、だからもう帰る時にもう家に着いた時にまた電話かけたりする、うんうん、でも取れないようにするから、でも大事なのは取らないといけないから、うん、あ、じゃあ常にも仕事モード、そうそう、もう1時になっても、うんうん、だからもう、あ、じゃあもう1時までいくらもう、うん、もう大事な電話でも1時前でも1時1個寝るとか。ああ、なるほど。そう、あ、じゃあそれはもう、こう睡眠時間がね、そうそう、短くなる、短くなっちゃうってことですよね。2時ぐらいになったり、2時過ぎになったり。ああ、なるほど。そう、結構、うん、やっぱ睡眠はね、睡眠は大事じゃないとね、体が回復ね、回復できないし。そうですよね、そして足をね、冷やせない。でも、うん、足を冷やせないって言ったんですけども、あの、ただ寝るときにソックスを、それはダメ、ダメですね。それはここからやっぱり皮膚呼吸してるんで、爪のところから。逆にここを出した靴下っていうのを履いて、かかとだけ温める、あ、足首は温めてもいい。それも大丈夫。指先は出しておいてほしいです。あ、そうですか、うん、なるほど。温度調節をするために、うん、でも私は暑くて靴下なんか履いて逆に寝れないですもういつでもポカポカしてるから冬までも自分の体温で熱っと起きます。あ、寒くて起きれないってことは逆にないですあ、そうなんですね、そうか。じゃあもう皆さんもね、ぜひね、うん、あの美脚のために、まあ他の健康にもね、そうです、もちろん、けど、ちょっとね、夏は課題ですね。それは私も課題なんですけど、うん、足冷やさない、睡眠時間を取る、あれなんだっけ、足冷やさない、睡眠時間の水をしっかり飲む、そうそうそう、水ね、水の加減ですね、あとはまあ、自分のできる範囲のお手入れをして、まあ、基礎体温を上げるということですね、ことですね。はい、ちょっとね、やっぱりなんかこう当たり前のようなことでついつい忘れがちなことだけれども、意識をするかしないかってね、すごく大きいと思うので、ちょっと一緒に皆さんも頑張りましょうね、そしてあのですね、あの一番最初に私をご紹介ねしてなかったんですけど、ストーリーズとかでは上げてたんですけどね、実は今日はこの夏江さんの方からですね、お得情報、はい、せっかくこのブラックアンティービーの、ゲストに来ていただきまして、で見ていただいてる方にね、ぜひね体験一度していただきたいなと思いまして、もう私も実際受けてね、もう本当にすっきりあのしたので、もう同じね思いを共感してほしいなと思いまして、ちょっとね無理やりあのお得なあのコースの方をご用意させて、ご用意をお願いしました。はい、ご紹介をお願いします。はい、本日この番組を見ていただいて、4月末までにご予約いただいた、事前ご予約ですね、いただいた方限定5名様だけなんですけども、ごめんですよ、通常8800円する
施術、まあ、バンテージですね、うん、を無料でプレゼントしたいなと思っております。それは二の腕だったり、はい、あのお腹だったり、はい、足を触ってても二の腕とかお腹は空いてる箇所なの で、はい、で今までにその足つぼやってる間にそのバンテージ巻いて、お腹が7センチ落ちた人もいるし、二の腕で2センチぐらい落ちた、はい、で太ももも空いてるんで、はい、膝上10センチまでは施術するんですけど、その上は空いてるので、太ももにバンテージ2本巻かせていただいて、太ももも2センチから 2.5 センチぐらい1回で痩せた方もいらっしゃるので、じゃあそのバンテージもつけてあのしてくださいってことですね、はい、へーすごいですね、それお得です、それを、はい、8800円相当なので8800円相当の、まあ、言った割引ということですね、ですね、はい、体験のお値段の方はおいくらですか。体験は通常50分で1万1000円取ってるんですけども、はい、1000円だけなんですけど、うん、割引させていただこうかなと思っております。そうですか、はい、通常が50分で1万1000円のところがまず1000円引きの1万円で、うん、あとプラスあの8800円でね、うん、この二の腕お腹とか、太ももかな、うんうん、でバンテージを巻くっていうのがね、あのね締めてたんですよ ね、 そうですね、強くなるんですよね、うん、それが8800円するのをサービスでつけてくださるってことは50分間それをずっと巻いてるまま、そうですね、状態なんで巻いたままの状態、うん、かなりってことは実際9800円800円ですねはい、お得になってます、はい、でね、あの今からねちょっとね夏江さんのあのいろんなことの分かるね動画の方をあのご用意していただいたんですね。で今までそれこその最初はね会計士の方ですね、うん、なろうと思った公認会計士の方になろうと思われてたけど、いろんなきっかけで今がある。でも今ねこういう活動をされてる、うん、足つぼのね施術者としてマッサージですね、うん、されてますけど、それ以外もいろんなことにチャレンジされてて、やっぱりいくつになっても、まあ、どんな環境であっても自分が挑戦するっていうね、うん、それにはもう本当に遅くない、ね、思った時がタイミングっていうね、うんはい、ところですごくいろんな挑戦もされてますので、うん、そのことも含めたあの動画になっておりまして、最後にあの QR コード、何の QR コードですかね、お店の公式 LINE になりますので、今日のさやかさんのラジオ見たよ、うん、プレゼント希望って言ってご予約ください、うんはい、そうしたら限定5名さあまあね、今のサービスが受けれますので、はいはい、今からの、 あのすいませんスマホのカメラね興味の方用意していただいてて、うん、あの QR コードがね映す瞬間にちょっとしゃべっていただくか、うん、してね、後でまたゆっくりね、はい、メール送っていただいてもいいですし、この私のこの今流れているこの Facebook もしくは入江夏江さんの方のね Facebook にも同じようにシェアされてますので、うん、あのいずれは YouTube になるんですけれども、こちらの方にですねメールいただいても大丈夫です、うん、ただまあ先着5名、うんということなので、ちょっと急ぎ目にあの声をかけていただければと思います。ではですね、今からその動画の方を流させていただきますね。あのカメラご用意くださいね。ありがとうございました。今 QR コード出てきましたね。はい、夏さん、あれはコンタクトですか。
あの、はい、普段はね、はい、あの目がねあんまり良くなくて、コンタクトすると1日3倍ぐらい疲れるので、はい、普段は眼鏡が多いんですけども、いや、あの眼鏡もね言われてますけど今の写真とかね、もうコンタクトでさらにまた美しさが際立ち、本当はね皆さんにコンタクトにしろって言われるんですけど、ね、もうめちゃくちゃ疲れるんで、なるほどね、度がきつくなってきますもんね、生まれつき悪いんですけどね、そうなんですね、はい、なんかフェイスブックの方でちょっとね、うん、あの今この、うん、番組のねところに説明の方で書いてるところにね、うん、ちょっと未熟字で、そうです、うんうん、そこからまあ目がねちょっと悪くなられたこともね書いていただいてますので、よかったら読んでみてください。でですね、最後にあのサロンのねスキップっていうお名前ですよね、はい、それの由来っていうのは、由来はですね、はい、足つぼに来る方、その、はい、独立する前ですね、はい、独立する前に通ってた方が、はい、声を揃えて皆さん足つぼ終わった後、うん、足が軽くなって、うん、スキップして帰りたくなる、うん、で私のスキップってイメージは、うん、なんか心も晴れやかにルンルンってした気分の時にスキップもしたくなるじゃないですか、うん、だからそういう思いも込めて、うん、足も軽くなるけども気分も、うん、晴れやかになって帰っていただきたいなって気持ちから、うん、お店の名前をスキップってつけました、うん、そうなんですね、はい、でも確かに本当にねこうスキップする時ってなんかルンルン気分になったりして ね、こう落ち込んでる時はスキップってしようなんて思わないでない、うん、思わないですよねそうですね、もう私も本当体感してもう足も軽くなって、ちょっと雨だって傘もさしてたんでね、うん、あのスキップねちょっと滑ったできなかったちょっとできなかったんですけど、でも本当軽やかで、うん、うん、だからなるほどね、うんうん、だからスキップっていう名前なんですね、はい、はい、 いやでも本当にあの今日ねいろんなお話をお伺いして、うん、本当ね素敵なご主人もねゲットされて、うん、支えていただいて、でも夏江さんが本当にこのさっきの今見ていただいた動画もそうなんだけど、うん、何でもこうチャレンジするにはね、うん、年齢は関係ないっていうね、うん、はい、ところでやっぱり常にこう、うん、33年間同じことをされるという、うん、なんて言うんですかね、うん、一つの一つごとを一生懸命される、あの簡単に根性とかそういうことじゃなくて、すごく一つのことを思い込んだとこう大切にね、うん、ずっとされるっていうのはやっぱりその思いが伝わる、うん、お客様にも伝わるから、うん、そうやって続けてね、うん、いらっしゃる方も多いのかなと思ったので、うん、ぜひねまたね、今日このきっかけにこの夏江さんのもうこの33年のこの手にしてこの細い指ですけど、はい、ぜひですね体感していただければと思います、はい、今日はですねありがとうございました、ありがとうございました、入江夏江さんでした。ではまた来月お会いしましょう。